すごい。そう。おお、すごい。すごいでしょ。すごい。リアル1時間半。リアルな感想お願いします。はい、札幌占い病室、はい、任せの後藤です。髪質が結構かかりづらい直毛なので、パーマは1回じゃかかんないみたいなんですね。結構時間かかりますか？はい、ではパーマをかけます。このままかけていくんですが、まあ、通常のパーマでいけばやりたいと思います。で、ムササビのジェルをまずつけて、このムササビジェルで1回ウェットします。はい、でムササビはパーマかかりづらい人とかあんまりつけるとちょっと原力になっちゃう分もあるんですけど、要はパーマをかかりやすくしてくれたりとか、あと髪の毛をトリートメントしながらかけることができるんで、ちょっと痛みづらい、そういう感じでです。でムササビを全体につけます。で、これかかんない場合って、薬剤設定が結構攻め気味の方がいいんですけど、はい、こちらの薬ですね、今日もうつけちゃいます。つけなくてですね、はい、毛先のパーマかけたいっていうところに全体につけて、もうなんかスタートしちゃいます。ここで根元は後で考えるとして、とにかく毛先全体につけます。はい、毛先つけちゃいます。で、ここでも軟化スタートしてるんで、あとは巻くだけっていう感じですね。ただ本当に今彼女の髪の毛を今、触った感じかなりかかりづらいんで、ロットは2個ぐらい落とそうかなっていう感じですね。それでかかるかなっていう感じなので、まあ時短の場合のやり方であります。ここで、とりあえず全体にこうつけれました。はい、では巻いていきます。なぜ上から巻くか、早いかな。はい、上から少しずつ巻いていきます。はい、基本的に表面は外羽に巻いた方がゴム跡がつきづらいんです。はい、でここはそんなに強くなっていいから、これぐらいかな。いや、多分ね、彼女の方がかかんないから、こういう感じで。もう一枚もらっていいでしょうか。はい、ありがとうございます。手伝ってもらっていいですか。はい、このぐらいで巻いてぐる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 って巻きます。はい、そしてあ、ごめんなさい、見えないですよね、後ろね。で、そのままバック入ります。はい、ありがとうございます。ここは、下向きですね。はい、ありがとうございます。はい、ペーパーをもらいます。ここは多分相当かかんないんで、僕はもう10ミリでいっちゃいます。ここ絶対かかんないんで。はい、気をつけることはもうすでに軟化は始まってるっていうことですね。そこです。あと薬をしっかりつけることですね。ここでしっかり薬を、薬はちょっとジェル状のものを使ってまして、どういうものを使ってるかというと、はい、こんな感じ、前髪ツイストバンド、わかりますか？ツイストバンドはアルピニン、これ基本です。前髪あとつきますので、ツイストバンドしてからのアルピニングです。そうですね、これ痛いですか？はい、こんな感じで前髪をやります。そして、ここですね。ここは、表面ここは内巻きにかけてやると、跡がつきやすいんで、リバースに巻きます。はい、ここも多分かかんないんで、
黄緑かなと思ったけど、これぐらいでいった方がちょうど良さそうなんで、これでいきます。はい、こんな感じで。こっちの方がウェイトが下がりやすいので、少しステムの位置を上げます。ちょっと細かいところですけど、こういうのをやっていくと時短になります。ステムを若干上げた状態で巻いてあげた方が、いいと思います。ウェイトをこれで上げます。でその流れでもう再度巻いちゃいます。でこの辺はちょっとね怖いけど 12mm で巻きます。まあ逆巻きなんで結構 12mm ぐらいでいいかな。ダウンシェイプして 12mm で巻いていきます。次いきます。はい、お疲れ様です。でここで 12mm でぐるぐるぐるっとやって、ここはなんかちょっと内巻きで巻こうかなって。ボリュームさっき削ったんですけど、ここはなんか表面側は外羽の方がいいですね。そうしないとあの後つくんで、時間ない時はこういう感じです。はい、逆巻きして、逆巻き R ピニングすると後が全くつかないんですね。それでそうしております。で、まあ、できれば僕と同じペースぐらいで皆さん巻けると思うんで、このぐらいのスピードで巻いた方があのダメージが少ないので、ファーマって早く巻いた方が綺麗に巻けるんですね。はい、結構きっちり綺麗に巻く方もいらっしゃるんですけど、綺麗に巻いた方が内輪と外輪の差がきっちりしすぎちゃって、あまりクリープ巻きができないというか、結構雑な方が。でここの毛をどうするかですね。前に持ってくるのか、外ハニにこう持ってくるのか。でも外ハニにするとなんか古臭いスタイルになっちゃいそうだから、横にこうしようかなっていう感じで、パーマの時もこの毛束をどうしたらいいのかっていうのを常に考えます。はい、この毛束をどうやって自分は持っていきたいのかっていうのをイメージしながらかけていくことによって、アドリブですね。アドリブってイコールあの考えがそこにあるので、これお客さんのことを考えて仕事するっていうことです。でマニュアルとかがあんまり追求しすぎちゃうと結局自己満になっちゃうので、それとお客さんのために考えてることじゃなくて自分のための仕事になっちゃうので、あくまでもお客さんのことを考えて仕事するっていうのが一番ベストなんで、やり方とかなんちゃらよりも気持ちで巻く、それが一番大切だと僕は思います。それがなければなかなか締めついたりとか売り上げ上げることも難しいと思うので、これからの次世代の子たちは気持ちを大切にして、こうしたいしていきたいっていうのをまず気持ちを持たないと、なんていうのかな、ただやってるだけになっちゃって結果面白くなくなって壁にぶち当たってしまうんですね。そうするとあまり良くないので、どうするかっていうと、どうしたいかっていうのを常に考えていくことによって自分の考えがちゃんと生まれるので、そこをちゃんとデザインに入れていくことによって仕事が楽しくなります。はい、終わりです。どのくらいかかってるかっていうのをちょっとチェックしたいと思います。ここ後でも言ったっけ、まあ軟化してるんでね、まあちょっとやっぱ置く必要がかかってはいるんですけど、多分少しだれそうなんで、通常であればもうこれで OK だったりすることが基本的なんです。基本的に、まあ、普段はそんな感じなんですけど、彼女の場合はちょっと難しそうなので、で、かかんないところは、アルカリ上げたりとか、まあ、モノエタノールアミン、もしくは、新成分には効かないですけど、アルギニンとか、まあ、僕はちょっとね、アルギニン、モノエタうち置いてないのアルギニンをちょっと使うんですけど、ちょっと弱そうなところアルギニンをつけていきます。はい、で、皆さん忘れないでほしいのがこの R ピニングですね。この R ピニングをすることによって、これしないとね後ついちゃうんですかね。これをちゃんとして、でこういう細かい毛出ますけどあまり気にしないことですね。それ1本かかったことで何も変わらないので、でこういうふうに内巻きに、とにかくスピードです。
でこのペースでいけば1時間半でカットパーマ終わるんですよ。あのすごいかかりづらい髪でも、別にすごい今喋りながらやってるんで、多分喋んないでやったらもっと早いんですけど、まあこのぐらいのスピードでできればいいかなと思いますね。はい、これで今、ちょっと弱そうなところ、少しパワー上げたいと思います。でアルギニンをちょっとこの上からつけていきたいと思います。はい、っていうところでアルギニンがちょうどすぐあるっていうのがありますけど、結構ねパーマカラー顔についた時とか使うんで、ついに置いてるっていうないですね、席に置いてるんですぐ使えるんですけど、はい、すぐこれでスプレーヤーでちょっとアルギニンを塗布して、今度特にネープさんあたりですね、この辺ちょっと頑張ってほしいな。でターバンはしません。僕はほぼターバンしないのでこのままです。ターバンすると後つくのですごい嫌なのと面倒くさいでしないですね。こんな感じで、まあ、このぐらいだったらターバンしなくても垂れないので、ネープだけここしっかりしとけば大丈夫ですよね。これ口に入っても大丈夫なんですか、こう見えるというか、よし、こんな感じで終わり。でこれで終わりです。でこのあんまラップもしないで放置します。でかかってるんですね。ちょっともっと早くも大丈夫なんですけど、ちょっとサボってました今残っちゃったけど大丈夫ですか、うん、サボってたの。いや、そこは消します時間を捨てるというのを設定なんで、そうでしょ。でも時間は全然まだ1時間経ってないですよ。経ってないですね。はい、ちょっと見ます。はい、ですね。はい、では今チェックして大丈夫だったんで流します。今荷材をつけてるんですが、今荷材をですね、もうこれ2個分今つけるところです。1個はもうつけたので、今全体に中間水洗した状態でつけてます。でこんな感じによいしょ、しっかりお湯をためて中間水洗で、あのペーパーはもう指で破っちゃいます。で指で破って薬剤がしっかり通るようにしといてやります。で、ブロムさんも1本分つけたので、あ、これ冷たいですね。ブロムさんもつけました。でここに溜まってるのは乳液がちょっと溜まってます。まあ、これ乳液と水ですね。あ、お湯です。乳液とお湯が溜まっております。はい、でここにタオルを1枚入れます。いいでしょうか。この状態でアウトします。はい、でこの乳液のとこに直接髪の毛をつけるようにして、やっぱりね乳液にがっちり薬剤つけないと完全にはねできないんで、こんな感じで取ります。今もう全部取れてる状態ですね。はい、これ今全部取れてます。この状態で、ここにですね、僕は若干、はい、混ぜていきます。で全体に、しっかりですねタオルで一液がちょっとジェル状なので、ここでね一液をしっかり除去していかないとダメなわけなんで、タオルでしっかりですねこうしごきながら荷剤を浸透させていくんですね。これがポイントです。でこんな感じに浸透させて、しっかりこのタオルで荷剤をしっかりこう全体にくぐらせていきます。こういう感じですね。
で、ネイルとかが特にあの薬剤残りやすいですから、そこをタオルでちょっと拭いてあげるという感じですね。はい、乳液を浸透させる薬剤をちょっとつけます。乳液浸透剤です。乳液浸透させます。で、あのこの辻丸シャンプーですね、これを使います。この上からちょっとシャンプーしていくんですけど、で、海面ね、あのシャンプーの海面活性剤を使いつつですね、低分子の海面活性剤を使いながら酸化を促進させていくような目的で、ちょっとやっていきます。最後またこれか、辻丸のトリートメントを最後つけてやります。はい、まだ1時間半経ってないんですけど、ほんとそれぐらいでできるんで、で、ここでスタイリングします。まずフェンダーモーターをつけていきます。こちらフェンダーモーターをつけます。全体につけて、はい、フェンダーモーターをつけたらちょっとコーミングします。で、スタイリング剤みたいな感じで、フェンダーウォーターじゃなくてフェンダージェルをつけますね。これを毛先中心にヘナジェルをつけていきますね。はい、毛先中心にヘナジェルをつけました。これでヘナウォーターとヘナジェルの方が、2つ一緒に使うことで髪の毛のトリートメントですね、まあ、ヘナしたかのような感じにこうちょっとなってくれるというか、修練っていうのと、あと毛先の方もちゃんと守ってくれますので、はい、こんな感じで、ダイソンで乾かす。あ、これついてくるんですよ、これ。あー、すごくないですか。すごい、すごいですよね。なかなか、今あのノー編集で来てますね。このままいきます。ちゃんとできてるってことなんで、ここでカット入れちゃうとコテとかでごまかしてんじゃないかと思われちゃうんで、これにちょっとオイルをつけていきます。通常 のオーガニックなオイルワックスを毛先につけて、よいしょ、いい匂い。そうですね、これいい匂いしますよね。すごい。そう、どうでしょうか。そういう感じに、前髪長い方がちょっと似合うと思うんで、ちょっと前髪長めで、ちょっとこう耳かけてもスタイルのことアレンジしてますけど、そういう感じでいいんじゃないですか。すごい。すごい。すごいですか。そう、こういう感じになる。で、後ろをちょっと見せると、はい、あ、見えます。おお。こういう感じです。ここを締めて、はい、締めてここの高さを、まあちょっと下ろし気味の、うん、
こう上げちゃうとちょっとこういうふうにちょっとこうミセスな感じになっちゃうんで、ここのセンターで重さを下げながらここは上げてるんで見た目は下がって見えるんですけど、ここはシャープにしてるんですね。はい、襟足もこんなぐらいちょうどよくないですか。すごいいいです。はい、こんな感じ。そうです、早技すごい。本当ですか。どうでした、どうでしたか今日。どうでしたかってすぐ終わる一瞬でなんかもう終わった感じですけど、すごいすごかったです。すごかったですか。おお、すごい、すごいでしょ。すごい本当に1時間半リアルな感想お願いしますでもやっぱり時短なのは、はい、やってもらう側もすごい助かるからめっちゃいいです。はい、なんかわかんないけど、お客さんがその美容師さんが好きで長く一緒にいたいっていうこともあるかもしれないうん、うん、だけどやっぱお客さんも忙しい、自分の休みの時間を使ってきてるから、まあ、時短っていうのはって僕の考えですよ、うん、とお客さんどう思ってるかわかんないですけどね。なんかちょっと不合、なんかね、あんまりパパってやりすぎちゃったらなんか今日手抜きされたんじゃないかと思うこともあるじゃないですか、うん、ただやっぱりその分スピードが速い分気持ちを一個ずつに入れてあげるとデザインとしてちゃんと出るので、あとあとやりやすかったら、ああやっぱ良かったなっていう感じにはなってくれるんではないかなっていう気が、うん、なんかうちあんまり、まあ、分かんないですけどこの辺じゃ料金そこそこなんですけど、あんまり高いと思って申し訳ないけど高いと思ってなくて価格が、だけどこれを料金を上げようかなって正直考えてもいたんですけど、料金上げるより自分が頑張って早くして時間の単価を上げていった方が、まあ、お客さんにとっても自分にとってもスキルアップになるしと思って、料金はまあとりあえず今そのままにしている状態なんですけど、まあ、そういう風に進化していくのが一番、進化というかね、お互いウィンウィンの感じになっていくのが、うん、本当ゆっくりこうじっくり高単価でやるっていうのも一ついいんですけど、うん、僕の話になっちゃった、うん、っていうふうに思ってもいいんですよね。ちょっと疲れるけどな、まあ早く休めると違うの、なんか早死にしそうだけどあんまりやりすぎると確かに。そうでもそれでね、自分の時間30分なり1時間お食事の時間とか作ってあげたりとか、うん、美容師さんもあんまり食事できない人が多いんで自分の時間を自分で獲得していくっていう感じで働いていった方が、うん、僕は今の時代いいかなと思うんで、うん、っていう、そんな結構喋りすぎた自分でっていう感じで、うん、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、前髪もなんとか、そうですね、作ってね、はい、はい、なんかいろいろできそうな、うん、耳かけてるのもなんかいいんじゃないですか。本当ですか。はい、まあ左右対称じゃなくてもゴム動作な感じでいいと思うんですよ、うん、はい。